さあ始まりました寄り道散歩。我々は福井県住みます芸人カリマンタンの相田隼人と、そして、福井県鯖江市出身の、高橋睦夫です。皆さんカニピース。ありがとうございます。カニピース。今年一のカニピース出たで。今年一のカニピース出たですね。さあということでね、はい、我々今回イネスに行ってます。イネス。言うと思ったでしょ。言うと思ったよ。まあ、俺も行っちゃダメだと思ったけど。そうね。行っちゃったね。まあまあそうです。痛くなるね。痛くなる。しょうがない。ね、はい。まあまあなんでねイネスに来てるかというと、はい、まあちょっと後ろにもね、うん、あるんですけども、かがしあるじゃないですか。かがしさん。ねこれ立派なかがし。うん、そう。ね今回そのかがしの制作現場をね、うん、探しにお散歩しに行こうってことでございます。作ってるところを探しに行くの？そう。そうかがしを探しに行きます。お、お、よ。ようじゃない。なんでようじゃねえんだよ。今ラップバトルが流行ってっからっておめえ探し合ってんじゃねえぞ。うるせえよ。ね制作現場だからあのふわっとしか分かんないんですよ。ね、制作現場って。今それ聞いてさ、うん、今日中に終わるって思ったけど。終わる？それもう分かんない。もしかしたら明日になっちゃうかもしれないけど。どこら辺とか聞いてないよね。そう。だからそこら辺もやっぱ散歩にして、散歩にしていろんな人に話聞いて行きましょう。今日中に終わる？頑張ろう。頑張りましょう。今月中終わる。今月中終わる。終わるので。じゃあ早速今日もね、寄り道散歩始めていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、じゃあ行ってきます。こっちでいい。多分こっちが。うん、もう早速聞く？そうね。早速聞いてもいいけど。うん、聞いてもいいよね。けど。行ったことある？どこに？沖縄。なんで急に沖縄言い出したの？ねえ、沖縄。行ってみたいですけどね。なんかかがし作って、かがしを一緒に持っていこうね。うんかがし持ってるの？かがし作るんじゃないんだよね今日。いや作るんではないと思うけど。だよね。まあ、見学とかね、うん、だから作ってるところを、うん、探して、そうそうそう見て、でも分かんない実際やってみませんかって言われる可能性もあるじゃん。ああ、けどすぐできる？いや別に一人一体作れって話じゃないよ。手伝ってくるねやるパターンとかあるじゃん。なんで一人一体かがし作んなきゃいけないの？そうでしょ？そう。カフェがあるよ。え何これカフェえこれカフェでしょ、うん、B カフェ B カフェカフェなんだすごいなんかスタジオ B ってなってるえちょっとなんかおしゃれやねうんアメリカとかにありそうじゃないどっから入ればいいんだろう こっから入るんかな あそこかこっちじゃない一回入ってみる一回入ってみる入ってるえ何これ B カフェこんにちは。こんにちは。すいません。すごい。すいません。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、コーヒー飲もうとりあえず。なんで？聞きたいことあるんじゃねえのかよ。ちょっと僕ら今あのかがしを作っている場所を探してるんですけど、はい、知ってます？かがし。かがしを作ってる。かがしは知ってます。あっち側とかですか。あっち側。あんまりしか知らないですけど。そうですよね。かがし自体は知ってますよね。はい。あ、よかったです。そうですよね。じゃあとりあえず店員さんもいまいちわからないってことなんですね。そうですね。じゃあコーヒー飲みながらちょっと飲ましょうか。なんで。熱い。まあ熱いもそうですね。ちょっとせっかくね寄ったんで。涼しいし。もともとここってなんかの倉庫みたいな感じですか。だと思うんですよ。なんか工場みたいな、はい、工場か。なんかガレージみたいな感じ。みたいななんか前の人はそういう感じで使ってたみたいな。はい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 。こんな立ち話もなんですから。うん、よかったらどうぞ。こういただきますコーヒー。僕あの飲みたいだけじゃん。そう飲みたいだけ飲みたいだけ。あれここに来るお客さんってどんなお客さんが多いんですか。やっぱちょっと車いっぱいあるんで。はい。はい車好きな人とか、はい、あが多いですね。そうですよね、やっぱり、うん、めちゃめちゃありますもん。だってここにもそうだ。あーすごいな。じゃあなんかあれですかね、そのお客さんのみんなで作ってるみたいな感じですか、このお店。そうですね。なんかまあそのオーナーのお友達とかも来てくださいますし、女性の方やったら焼き菓子とかを買いに来てくれたりとかも。はいはいはい、はい、焼き菓子はやっぱりもうこの、店の中で作って。あ、そうですそうです。いただきましょう。いただきます。はい、うまい。よかったです。あ、お好き。
すっきりしてる。苦味が強いやつ僕好きっすわ。おお。いやじゃあコーヒーの話じゃないの。僕らは。かがし。車。じゃ車じゃない。けどそれ今日見つけないと僕ら帰れないんですよ。帰れない。そんな過酷な感じだっけこの寄り道散歩って。そうって言っちゃったけど。この夏は特に。この夏はなんで夏にわざわざ過酷なこと。じゃあぼちぼちね、うん、行きましょう。もう車の話も終わったし。そうだ、ね、まあちょっと、ね、じゃあ僕らかがしのね、はい、ちょっと作ってるとこ探していきますので。こっちとりあえずこっちまっすぐ行ってみます。行ってみてください。まっすぐ行って、はい、あの B カフェ行ったことありございますかって聞いて、美味しいですよって。いや宣伝するの。もちろんもちろんもちろん。宣伝します。美味しかったんで、はい、本当に。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。また行きます。はい、頑張ってきてください。より道散歩。あ、こんにちは。おめでとう。びっくりした。今お仕事中ですか。はい。そりゃそうだろう。そりゃそうよ。いや、今すごい気な、などういうお仕事ですかそれ。剪定、松の。松の。剪定です。松の剪定をしている。剪定。なんか、まあ形を整えたり。そうそう。はははははは。今、かがし作ってるところをね、探してるんですけど。ないかがし。あ、かがし。はい。かがしはまた、あれ、青年団とかいう、はいはいはい、その、あのクラブでやってますって。はい。かがしを制作してるとこがあるんですよ、ね。はいはいはい。どこで？で、今、そこまでを。行くんですか。そうなんです。そこ行って、ずっと行きますと、松原神社っていう神社があります。はい、松原神社。松原神社。松原神社。はい。それの、あの横手で、はい、小屋があり、その中でやってるんです。でも松原神社にの近くに行けば、うん、そうそうそう。行ける。うわ、むっちゃありがとうございます。今日はでも月曜日で、その、あの、まあ、あの時間が遅いと、みんな集まってくると思うんで、早い時間。ああ、そう。その住んでからみんな、やると思いますね。はいはい、ね、仕事終わりで皆さん。そうか、なるほど。仕事終わってからやると思います。じゃあお父さんも、じゃあこれ終わってから。年齢層がありますから。はい。私らもシルバー。そうや、シルバーはこれ入ってないですから。あ、はい。なるほど、なるほど。もう大体20歳から40歳とか。そうそう、そう。いろいろこの髪をこう髪をっていうんですけども、はいはい、いろいろその、あの、クラブがあるんですわ。はいはいはい。段階。はいはいはい。私らは今の、あの、落葉会っていうかね、はいはいはい、落葉会は70歳まで。まで、はい。60歳から70歳は落葉会。はい。ありがとうございます。すいません、お忙しいところ。ありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様です。はい、めちゃ有力な情報を得たよ。ありがとう。それもう松原神社がゴールや。そうね。うん。より道散歩。いい情報が聞けたよ。いい情報来た、うん、今日中に帰れるなこれで。まあでもほらさっき言ったじゃん、その夕方以降じゃないといないっていう、うん、だってもう夕方や。いやいや、そうだけどさ、うん、だちょっともしかしたら、ね、早いかもしれないけどね、はい、今いやけどなんかかっこいいね、庭師さん。あ、庭師ね。あ、いやすごいよ。私聞いたら70過ぎで、うん、登られて、そうってのかっこいいよね。スパイダーマンか。いや、スパイダーマンではないけど。バットマン。なんでその二択なの。そんなわけない。だってもう喋りながらやっとったじゃん。手をね全然休めなかったから。匠だよ。匠。すごいな。でこの辺庭すごいな、やっぱり。すごいね。あら、あら。あれ庭師さん。庭師さん。さんちなみに今の何やられてた。草取りですよ。草むしり。これシソじゃないですか、この紫のやつ。そうです。シソも。あ、草としても全部。っていうか、ここお家ですか。はい、そうです。めちゃめちゃすごくないですか、ちょっと。あの、めちゃくちゃでかくないですか。ごめんなさい、ちょっとあの入っといて申し訳ないですけど、めちゃくちゃでかくないですか。なんかもうこの辺、なんかここがいいとか、いいところあります、住んでてよかったな、はい、みたいな。やっぱり人情がいいですよね。ああ、現れてます。現れてます。現れてますわ。だからもこんだけね、大きな家に。そうですね。だってこれご実家ではないっすよね。実家です。わ、実家、ご実家。もうここに生まれてここで育ったの。はあ、そうか。
で僕ら今あのかがし、はい、あるじゃないですか、あれの制作現場に、あの今から向かってるんですけど、はい、作られたことあります？かがし私はないですが、はい、紙ひょうもちくは結構熱心で、そうですよね、はいはいはい、で今そこに行かないとこのお散歩が終わらないっていう終わらないというか、なんかふわっとしか聞いてなかったんで、最初作られている場所の、はい、なんか神社の近くにあるっていう話聞いたんですけど、はい、もう見たことはもちろんあるんですよね。はい、はい、見に行きます。作ったことはない。作ったことはないです、はい、あの清掃会とか、はい、若い男の人が主に中心、はい、なるほどなるほど、男の方が、うん、男性が中心で、 あと子供会みたいなんで、子供会がしてる時もあります。はい、あーなるほど、いやすみません、ありがとうございます。より道散歩。どうした急に行くしょの。何いいなと思った、なんか何がなんかいいなと思って。あ、この辺が、うん、まあね、いい人ばっかりやし。そう、人情って言ってたからね。やっぱりね、分かるでしょ何が、これがなぜ人情に熱いのかっていう。今福井県全体が人情に熱い。あ、人情に熱い方でした。おらららら、おらら、あ、そう、あ、熱いのか。あ、熱いの。何？え、待って、ちょっとあれ、おーおーおお、ガンダムじゃないの？あれ、ほんまやね、ガンダムじゃん。まあ別に俺ガンダムは、うん、うん、別に俺ガンダムはじゃない、興味ないから先行こうか。先行こう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ガンダム、これガンダム、うん、すごい。ガンダムやな。違う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 、スルーするんだよ。え、ガンダムあるんだからさ。いやいや、ガンダム俺別に。いやいやいや、ちょっとちょっと寄り道しよう、ここ。まあ寄り道やで、いや寄り道散歩だからね。お、すごいじゃんこれ。よし、もういい。いやいや興味持って、ちょっとついでに、そう、ちょっと中入って、ちょっと、あ、涼しい、聞こう。え、なんだろう、ここ。あ、児童館。あ、涼しい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。中入ってもよろしいですか？あ、もしかして、え、あの、アムロレイ。いやいや、違う違う、ガンダムだからって、そういうことじゃない。アムロレイじゃない。違う違う。いや、それぐらい、お若し、お若い方。何？お若い方ね。お若い方ね。じゃあすいません、ちょっとお邪魔しますね。はい、ひーちゃんたちの。いや、もう広々とした児童館ですね、ここ。すごい綺麗ですね。ありがとうございます。え、はいはい、毎日何人ぐらい遊んでます、ここで。13人。夏休み前は13人。はい、はい、はい。ちなみにあの入り口に、そう、ガンダムのかがし、あれはあってないですか？先生の前の先生が作られた、はい、あ、先生が作ったんですか、あれ。そう、そう、先生と子供たち、はい、あ、子供たちで、はいはいはい、で、ちなみに僕ら今日ちょっとかがしを作る現場を探して、はい、ちょっとお散歩してたんですよ、はい、その今どこちらで作ってるとかっていうのは分かります？その公園が、せせらぎ公園があるんです、はい、その奥に小屋があるんですけど、はい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 、あそこで作ってる。あ、なるほど、そうなんですね。あの地区はいつも特別賞的な、うん、へえ、そうなんですか。もうその2位だったらもうダメ、ダメ。あ、では特別賞が1位、当たり前のような感じで、はいはい、うわ、じゃあもう言ったら強豪じゃないですか。そうです。いや、でも待って、そんだけさ力入れてるとこだったらちょっと楽しみじゃない、小池さんはな。いやいや、ガンダムかどうか分からんけどね。そう、ウルトラマン俺好きだから。分からん、いや、何やってるか。ウルトラマン好きだから。で、ちょっとね、僕らそこ、今からそこにね、ちょっと向かいますんで、きっとびっくりするほどの、はい、出来上がってるんじゃないかな。ほんとっすか。なんだろうなぁ。ちょっと楽しみにします。気になるなぁ。じゃあもうね、そのね、強豪のかがし、ちょっと今から見に行きましょう。はい、立派なもんなんですもんね。多分そうだと思います。はい、秘密基地の方へ行ってください。はい、ぜひちょっと楽しみにしますよ。ありがとうございました。すいません。より道散歩。もうすっかり日も落ちてきて ね暗くなってきましたよ。もう涼しいね。まあ涼しいよ、さすがにこの時間は、ね、はい、だからもうぼちぼちさ、うん、ほらみんな集まってかがし作りしてんじゃない。もう仕事も終わって、そうそうそう、晩飯食べて、うん、晩飯食べたかどうか知らんけど、今から仕事やと、うん、ということでね、もうさ、はい、だってうっすらちょっともう明かりついてるもんね、うん、明かりついてるからちょっと行ってみましょう。多分いるね、うん、もうこれはいるだろう。よし、手伝うぞ俺ら。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、すいません、こんばんは。おお、すごい、すいません、ダウンタウンです。違うわ。すいません。お、
すごい、もう分かったよ。で今4つ作られてるんですか。そうですね、1本足部門のもの4つ作って、そういう部門ごとの。そう部門が1個しかないんです、今年。これでもちょっと僕、かかしあんまり詳しくないんですけど、素材って違うんですか、なんか1個ずつ。素材は、このかかし大会自体が、リサイクルって廃材、農業廃材とか建築廃材とか、だから別に発泡スチロールだけとかそういうわけじゃないんですか。何でもいいリサイクルできるやつだったら海岸で拾ってきたんじゃないですかね。ちょっと本当に想像を今超えてます。そうですか。だからやっぱここの地区のかかしはすごいみたいな話を聞いたんで、そうですね、ずっともう出していますし。そうですよね、で毎年なんか特別賞とか大賞とかなんかそう、任意じゃダメだみたいな話になってるっていうことを聞いてます、それぐらい厳しいみたいな。そうですね、まあ、歴史がすごいんで。やっぱそうなんですか。先輩方がもう、素晴らしい、ね、まあちょうどそこの前の、コミュニティセンター、開けますから、そこに今までの歴代の写真がザーッと。マジですか、見たい。それはちょっと見たいですね。開ければ、いいんですか。本当ですか。失礼しまーす。すごっ。いっぱいある、これがもう歴代の、そうですね、の歴代のチャンピオン。チャンピオンが出したものは全部、大体全部はちょっと言ってないとは思うんですが、大体これは揃ってます。いいですね、こういう肉こんなのあるんですね。そうですね、まあ一本足か一本足ですよ。一本足をうまくフォークにしてるんだ。あれ、その、カラクリ部門のやつは、ここで言うと、これもカラクリやったんですね、これ。これそこの手がこう動いて、太鼓を叩くっていう、確かなってたと。これ私、これ関わった時ありますね。本当ですか。いや、その上の弁慶がなかなかのリアルよ。これですね、兵庫の、ね、石。すごっ。なかなかのリアル。これなんですか。これは清掃年会が作ってるんで、缶ビールで作ってるので、何かはちょっとこっちもはっきりわからないですが、すごいな。ちょっとこれは面白いですね。そうですね。だからかかし大賞って、そうですね、これきっとかかし大賞。いや、これなんだろうって書いてあるのは、これなんだろう。これはあれじゃないの、七福神。携帯天皇の、あれですね、確か。これ、そういうふうに見えたと思います。そうですよね、携帯天皇ですよね、これ。携帯天皇って、いや、福井にいた天皇よ。昔の、浅山公園の上にある。そうですよね。すごい。いや、これ面白いな。歴代のね。だこういうのは、もう今年も飾っていくのか、写真は。どんどん増やしていくんですね。そうね、増やしてきてるんですけど、ここ2年ほどね、なくて。そうですね。部門もね、前はカラクリとか台座とか一本足とかそれぐらいあったんですけど、今年は、ほぼ一本足と子供の台座とか、そういうふうになって、なるほど聞いてますので。まだまだね、春とか余ってますからね。それからどんどん。あたりも暗くなりましたよ。ね。けどね、俺の気持ち上がるよ。急にどうした？あんな見たらテンション上がるでしょ。あんだけ立派なね、かがしゃ見てたらもうそれはすごいでしょ。だから来年にはね、カリマンタンがああなってくれると嬉しいよね。モデルとしてね、カリマンタンのかがし作ってくれたらもう俺から優勝あげますわ、その地区に。なんでお前勝手に優勝あげる。まあでもね、今日良かったじゃないですか。いいね、かがし探し、かがし探し、おーよよいやよじゃねえ、カリのかがし探し、いえ、カリじゃないです。カリマンタンの、カリマンタンのかがし探し、楽しかったでしょ。楽しかったの、人情あふれる散歩でした。コーヒー飲んだのはすっかり忘れてたね。おいダメだろ、コーヒー飲んだの忘れんの。楽しすぎて、楽しすぎて。いや、よかったよ。まあでもね、また次回も、堺市のいろんなところ散歩していきますので、楽しみにしてください。それでは次回また見てねー。